Okay, we're now officially at SD. It's not gonna look quite as good, but maybe we can go through the calyxes like this at least. They're working? How are we doing? Yeah, so you guys are now seeing it at 480p 60, not at 720p. So this is an SD broadcast instead of HD, which has allowed me to turn down the bitrate to half what it was. Well, this isn't going to be a long stream tonight, and I now wasted a half an hour working on this. So let's at least try and get out of the calyxes, though, shall we? Are we doing better? We doing better? Looks like maybe we're doing okay. Oh, for crying out loud. I'm at max equipment again. Is there like a way I can just dump stuff? How many boots do I have? Oh, I can actually dismantle stuff. Interesting. Nice too. Keep them both. There's just a lot of these kinds, isn't there? I have some waistcoats also by the looks of it. Yep, I think we found our new boots.
You know, by only doing the one random skill ones, though, you do realize that I'm still going to, like, max out on my equipment in, like, 10 battles. Spooky Touch, Calcite, got a bunch of those. I have to admit, it must be pretty impressive. I don't quite get how they're able to, like, take these things apart in the middle of the Calyxes with, like, no, like, nothing to melt the stuff down with or anything. Can, like, Rokuro just rip this apart with his bare hands or something? There you go. Alright, well, let's keep going. Alright. Oh, that's right, we've got Zavid. Why are you not in the party? あの子が1号で、僕は2号。お前の連れか。で、そのテレサ様とやらが倒されて、ノラになっちまったと。うん。僕はベルベットたちと会えたけど、1号はどこにも行く場所がないと思う。 心を抑えつけられた精霊の行き先なんざ、ゴーマの胃袋の中くらいだよな。それにしても、俺が出会うのは子供ばっくりだな。こっちはフリーで別品のお姉さんを待ち望んでんのに。なんか、ごめん。<笑>冗談だって。お前クソ真面目だな。安心しろ。あいつの封じられた心が解放されるまでは、俺が面倒見てやっからよ。 そのためにも精霊をぶっ潰さなきゃな。うん、ありがとうザビーだ。 I don't know if it's too soon. I think you need to ask Edna that question. Eleanor.
No, it's partly just because I was stupid earlier. I wonder if there's a geoboard point in here. You do realize that, like, running around in Zestiria is gonna seem really slow now. Oh, for. That's true. But it's not as easy as just hitting R2 either. Life set. あいつの名前何かいいのないか。1号に名前つけてくれるの？おお、聞いたらマナも思い出せないっていうしな。1号なんて番号じゃかわいそうだろう。うん。僕はベルベットが名前をつけてくれて嬉しかった。よし、俺に任せろ。初めってのはどうだ？1号だから一番初めの。でもthe only problem with that is you need ridiculous amounts of grade for that too。100だ。 それじゃ、しぐれの妖名になっちまうだろう。なっちまうだろう。知らねえし。もっと可愛い感じがいいですよ。いっちゃんとか、いっちーとか、なんちゃんとか。どっからなんが出てきたのよ。ナンバーワンのなんです。拾うとこ間違ってるでしょ。別に、初めでいいんでしょ。初めはどうな。オカパとかどう？ 前髪パッツンのおかっぱだからかい？それはあまりにもあまりじゃろうって。いえ、かなり可愛いですよ。まんまじゃダメならオカップとか。ああ、それはありな気がする。ですよね。では元使役精霊1号の名前はオカップで。ダメだよ。2人とも全然わかってない。そんな可愛い名前男子的にはちっとも嬉しくないんだから。だよな。 そうなんですか？そこまで主張するほど？<笑>坊主の言う通りだぜ、お嬢さんたち。もっとこう、いぶし銀のかっこよさがないとな。シルバーはどうだ？シルバー？あいつの髪も首元のプレートも銀色だからな。なるほど。なかなか渋くていいんじゃないか？シルバー。うん、かっこいい。 元連れのライフセットが納得したなら、シルバに決まりだな。礼を言うぜ、副長。お前に礼を言われる筋合いはない。はっ、シルバの代わりに言っただけさ。早速あいつに知らせてやらなきゃな。おい、元1号、お前の名前が決まったぜ。よかった、いい名前がついて。お前の時も名前を考えてやるべきだったかもしれない。Yes。 いいんだ。自分の家事は自分で取る。それがアイゼンでしょ。僕はそのことをアイゼンに教えてもらったし。 I point to the stream title. 一人前の口を聞くようになったな、元2号。マギル、俺たちが地脈をさまよってた時、お前は何をやってたんだ？ 鐘を鳴らしておったのじゃよ。開きっぱなしの地脈の裂け目から聞こえんかったかい？鐘なんてどこにもなかったと思いますが。姉さんはメルキオール様と戦ってたんでふよ。姉さんはとっても頑張ったんでふ。
Yes, it is. It is adorable. だって、ずっと耐えてたじゃないですか。僕は耐えた。笑うのを必死でのう。あのジジイから笑い話でも聞かされたのか。にらめっこしておったのじゃ。昔からあのジジイはジジイ顔でのう。 若い店から青まで吹け顔じゃったかと思うと、笑いが込み上げてたまらん。わしもまだまだ修行が足りんでの。100と8つの笑いの発作を金の根で砕いておったのじゃ。バリーン、グシャーンと、景気よくの。もしかして砕けたのってマギルーの。わしがジジイへの恋に敗れて乙女心が砕けたなどとあさっての道場するでないぞえ。 できたぞ。本当はもっと切りたいがな。 捕まってるみたいね。クーマと同じように。何のために。そんな、うん、血脈につながる術が動いているようじゃ、わしらが心を。ああ、それはそれは自分のせいじゃろうて。血脈。そう考えるのが自然じゃな。話が見えねえよ。説明しろ。いいわ。あんたも無関係じゃない。ベルベット。大丈夫よ。 なるほど。カノヌシの正体は分かった。いや、あんたはそれでも戦うのかい。だからこそ、同志と生死を殺す。怖え女だな。一つ疑問があるんだが、カノヌシは汚れを食らって目覚め、その力で人の業を鎮めるんだよな。で、人が汚れを生まなくなったら、カノヌシはどうなるの。食べるものがなくなって死ぬ。 いえ、再び眠りにつくのでは。だがそれじゃ、カノヌシの力が消えて人間はまた汚れを生むだろう。カノヌシはずっと業を鎮めさせるには汚れを食わせ続ければいい。例えば不死身のドラゴンが発する強力な汚れを。ここは人間を制御し続けるためのドラゴン牧場というわけか。まさか。 あくまで仮説じゃが、辻褄は合うの。とことん精霊を道具に仕上がって。平穏な世界のため、一体どれだけの犠牲か。私の信じていた精霊は何だったのか。 I just like the sound effect of the dragon snoring in the background. 元気出してくださいでふ。僕も元気なくなるでふ。 ドラゴン牧場のこと？はい。精霊といえど、ドラゴンを思いのままに操って導くことは不可能なはずです。つまり、あのドラゴンはここに来るまではドラゴンじゃなかった。そう考えるのが自然だな。おそらく精霊を拘束し、その後ドラゴンに変えたんだろう。前にメルキオルの野郎がやったようにか。どこまでも精霊を踏みにじりやがって。 言葉もありません。エレノア様のせいじゃないでふよ。 し,
しかし、クーマだけでなくドラゴンまで生み出すとは、そのうち人間を生む方法を発見するかもしれんの。はい。で、それは分かってるでしょう。 Sure, I want to pet it. Can't I pet it? It looks so pretty. Yeah, that's true. Would not be pleasant. するなら始末する。 Indeed. But it's so calm, such a calm BGM, isn't it? お父さんは転生のことに、生まれ変わるってことがどんなものか、正直私にはよく分からない。でも私にとって大事なのは自分で見て聞いて感じたことよ。 I wonder if it's an if Inominat wasn't able to harvest the malevolence through here, do you suppose one of the reasons why it's such a hard area post-game
It's because of all the malevolence that must have built up in here in the meantime. じゃが、仮にワンコの生まれ変わりじゃとして、今のヴァーが自分をワンコの兄弟だとは思わんじゃろ?僕は僕だし。ベルベッタの可愛いワンコじゃがの。紛る?後で噛みつくから、覚悟しといてね。ひえへへ、ご勘弁を!前言撤回、噛みつき撤退じゃ!前世とは、大地の記憶のようなものだ。 過去の積み重ねの上に、お前は生まれた。だが、特別なことじゃない。誰もが過去のつながりの上に生きている。僕は、僕なんだよね。そう。他の誰でもない。あんたはフィーよ。おい、副長。ジジイが連れてた角のゴーマは何なんだ?わからん。 一瞬だったが妙な気配を放ってやがった。お前は感じなかったのか?わからんと言っている。そうかい。やっぱりてめえとは合わねえな。あの大角のゴーマには前にも会ったのよ。まともには戦わなかったけど、おそらくメルキオールが現実で操ってるんだと思うわ。そうか。戦わなかったのは正解かもな。正面からやり合ったらただじゃ済まなかった。 なぜわかるの?感想。ただ、なんだかやけに匂うのさ。気なくせえ不吉な匂いだよ。あの顔の傷。あいつは。大丈夫?アイゼン。顔色が悪いよ。いや、どうということはない。今はここを出ることが先決だ。急ぐぞ。 Hey there, turtles. Yeah. Yeah, the zombie dragon skeleton. Skills, huh? Yeah, I actually think the waistcoats are more numerous than the boots at this point. Let's see if we got anything we can enhance first.
Yeah, I hear that. You get a 15 max in Vesperian, it takes like 30,000 battles with a particular boss to get, or particular monster to get what you need. We love monster parts. Okay. Where are you stuck at? Ah, would do it. We still haven't cleared her, have we? Sashes, yep, we do. Plenty. But it's the thing about Graze is this: once you do actually finally do it, it feels so rewarding, it's ridiculous. Again. Oh. Oh, it's all the way in crying out loud. よく鬼ごっこをしたよね。逃がさないよ、お姉ちゃん。カノの字。いや、怖い。いや。やめて。この子がドラゴンに。そうするつもりでテレサから取り上げたんだ。
それも鎮静に必要な犠牲なんだよ。カノヌシ、てめえ。専門のカノヌシ、肛門のドラゴン、死神より立ちが悪いの。絶望するにはちょうどいいでしょ。あは。勝手に決めるな。Is this a stereo theme? あんたのお姉ちゃんはこの程度じゃ折れないのよ。I think it is, isn't it? 成功すると苦しむことになるよ。Starting to get them all. こいつの仕置きは俺にやらせろ。Was this from Percy? 無理だよ。I'm starting to get them all mixed up. ただのじゃん。ゲス野郎にぶち切れた。限界突破の。ザビーダ様だ。ザビーダ。大騒ぎすぎる。問題ない、カッコ撃破よ。Void and water. Alright, here we go. 私の器がもっと大きければ。後悔は後だ。集中しないと死ぬぞ。人思いに殺してやるのが情けだ。そこよ、容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーザルペイン、そこだ。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 そこよ。ハゴレクートミ。そこよ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 。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。ネッコーティン着地。ゼロ、ゼロ、ネッコーティン。そこだ。クライミングスペイン。ありがとう。影ドリュー。 I could have sworn I hit him. I'm not gonna... 張り切って回復しとるぞ。一気に押し切らないと勝てんな。だから苦しむと言ったのに。ザビーダ。僕がカノヌシを防ぐ。みんなはドラゴンを追い詰めて。一人でなんて無茶です。せめて私も一緒に。これは命令じゃないよ、僕の作戦。任せるわよ、フィ。ずいぶん格好つけるね、僕の一部のくせに。僕は精霊ライフィセット。僕は僕だよ。手加減はなしだ。さっきはそれで手こずっちゃったからね。こっちもお出ましよ。Size. It's insane. It's insane. ここだ。食らいつくせ。フィーハーカー。レイジャト。とどめ。バランスクレイド。誰も呪しを捉えられまい。固めかけろ。レイ大成功。レイ大成功。
自分を守るだけで精一杯じゃない。素直に謝ったら痛くないように食べてあげるけど、謝るもんか。ベルベットの気持ちもわからない。お前なんかに。君はわかるっていうの？僕のお姉ちゃん。知ってるよ。けど教えない。 食べちゃえば一つになれるんだから。らしい？
お前のじゃ。なぜ。イエーイ。ベルベットはベルベットだ。僕のかけらのくせに、みんな、かわせ。を狙ったのね。先に言え、全打ちになるとこじゃったわ。よくもやったな。代わりにお前をドラゴンにしてやる。ルーセット。なんだこれ。汚れを焼いた。引くぞ、急げ。逃げられたな。白銀の炎、あいつ変な術を使った。食らった汚れを消化するお前の力だ。かけらだが、あれも聖種の一部だからな。ドラゴンの攻撃で一瞬だけ押し込まれたせいだよ。じゃなきゃかけらの力なんかに負けないよ。分かっていればいい。二度は通じぬ奇策だ。所詮精霊は聖種の霊属物だ。油断さえしなければ我々の理想は揺るがない。ほぼ覚醒したカノヌシの領域には治水花風の四聖種が揃いでもしなければ対抗できない。True enough。だが今彼らは地脈の底で眠っているのだからな。追いかけるよ。待て。我らは御座で沈めの儀式の準備をせねばならぬ。奴らはこいつに追わせる。ゴーマでしょ。使えるの。確かに制御は難儀だ。ゴーマに落とした時も七昼夜も現実に耐えおった。しかも未だに本能的に抵抗しおる。だがかつて最強と呼ばれた海賊、戦闘力は我ら特等にも引けを取らん。クーマ・ベルベットを捕らえよ。生きてさえいれば状態は問わん。いや、まずはまずあいつを、ライフィセットを殺すんだ。お姉ちゃんの目の前で。お姉ちゃんを支えてるのはあいつだから。本当だ、ゴーマのくせに変な埃が残ってる。そんな無意味なものは僕が食べてあげる。いや、いい修行になったが、カムイと聖主とドラゴンとぶつかって生き残るなんて奇跡だな。フィーのおかげよ。まだ眠っています。力も気力も振り絞ったのでしょうね。汚れを焼く炎、とんでもない力を持っておるの。この子がカノヌシの一部だから、じゃろうな。最高の切り札じゃが、同時に何でもいいが儲け損ねたわい。賭けはわしが勝つはずじゃったのに。どうでもいいでしょ、100ガルドくらい。ちーっともよくない。100ガルドを笑う者は1000ガルドで大爆笑。この恨みは深いぞよ。で次はどうするんだ。変わらないわ。カノヌシを封じてアルトリウスを撃つ。カノヌシが覚醒したということは封印する方法もあるはずよ。
やはり手がかりはグリモワールの古文書ですね。レンウィックたちと合流しましょう。いいのね。正解かどうかは分かりません。でもアルトリウス様が必要とする犠牲を仕方ないと済ませることもできない。だから自分の心に従って戦います。たとえ間違っても後悔しないように。とことん面倒くさい性格ね。あなたに言われるのは心外です。アイゼン、レンウィックたちへのつなぎを頼む。やはりあのゴーマは。アイゼン、まずは休息をすべきだ。かなりの連戦だったからな。じゃの、ボウもザビーダも大きいしの。今日は宿で休みましょう。エレノア、ライフセットをお願い。あなたが背負ってあげたら。ライフセットはあなたのために。お願い。わかりました。おぶってやればいいのに。釣れないやつだな。逆ですよ。Alright, I'm sorry it's a short stream, especially considering the trouble we've had, but that's all the time I got for tonight. I'm probably going to be away on Friday, so there won't be a Friday stream, but we'll keep going. I'm happy we were able to get out of the Calyx at least, and we'll keep going, and hopefully next time we'll have better luck with the Nets. It would have been 2 hours if it hadn't been for that. But that's life. Have a good night, everyone.